今回は DAIGO さんの有名な本棚。はいはいはい。はい、ということで DAIGO さんのこのおなじみの部屋っていうんですか。そうですね。ついに初めてなんですけど来てしまいました。ありがとうございます。いえいえ。ここに人が来るの珍しいんでなんか違和感あります、ね。いつも配信ここでされてますよね。高橋さん。はいはいはい。それが、まあ、新潮社と、まあ、二課現代とかなんですけど、うん、僕が反社会勢力と繋がってるとか、うん、なんか外信者送ったとか、うん、そういうことを書かれたんですよ。すげえこと。はい。それで、なんかいろいろ叩かれて、うん、でも嘘だ、嘘、僕からすると嘘なんで、うん、そんなの嘘だってことをちょっとみんなに証明したいっていうことで、うん、YouTube に力入れるようになったんですよ。そしたらすごいバーって伸びたって感じなんですけど、うん、まあ、その記事がですね、うん、なんと最近、まあ、ツイートでも書いたんですけど、うん、新潮社に対して対話して、うん、嘘だっていうことが認定されました。認定されました。はい。想像判決が。はい、なかなか珍しいですよ ね。なかなか珍しいんですけど、判決まで行ったんです。判決まで行きました。壊した、はい、壊した。判決までちゃんと行って勝つの珍しいんです、はい、大体示談とかやってくるじゃないですか、はい、でもそういったことが本当は絶対なかったってことを証明しないと、ある意味反射扱いされるんで、そうですよ、ね、たまになんか反射だってやっぱり言われたことがあって、あ、それはその記事が原因なんですけど、うん、もうこれは全く潔白ですよってことが、うん、まあ、証明できたんでよかったなと思ってます。僕も何個かやったんですけど、意味がある記事とかは判決までやって、はい、勝ったぞっていう意味があるんですけど、はい、そうじゃない場合は記事取り下げさせて、はい、謝罪広告出させて、はい、で向こうもその長引けば長引くほど弁護士費用がかかるんで、うん、だから本当は相場200万なんだけど、今300出すんだったら謝罪広告で許してるよみたいな交渉はすることがあるんですけど、そうですよ、僕の場合は謝罪広告みたいな、その示談しないかみたいな話があったんですけど、うんうん、お金がないですもんね。お金じゃないし、そもそもそんなつながりがないのに、うん、そういうふうに書かれたんで、うん、それはないよっていうことを、うん、やっぱ判決で取りたかったんですよ、うん、その判決は証明じゃないですか、うん、そうですね。なんでまあ謝罪広告書かれたとしても、うん、あんまり意味がないんで、うん、もう判決まで取りに行っちゃいました。目的が違いますよね。目的が違います。お金取る目的の裁判と、はい、事実を明らかにするための裁判があって、はい、事実を明らかにすることだったら、はい、損害賠償1円とかでやる人もいるじゃないですか。はい、それが欲しいというだけで、はい、でも別にね、1円で納得してる人は全くないと思うんで、なるべく分取った方がいい、はい、基本的には、はい、僕もそうだし宮崎さんもそうだと思うんですけど、表に出る人間って、はい、やっぱ妬みの対象になるわけですよ。でプラスアルファで宮崎さんの場合お金も稼いでるんで、はい、顕著バイアス、お金を儲けてる人ってのは悪いことしてるんだって思いたいっていう人間がそもそも持ってる心理現象があって、はい、これを利用して稼ぐのが習慣者なんですね。だからお金を稼いでる人は有名人が失墜するところは大衆が求めてるから、はい、それをバンバンやることによってアクセス取れるし、うん、儲かるんですよ、うんうん、ところが実は悪いことをしてなかった、はい、実はクリアだったってことを言っても、はい、大衆からするとすごい悪いんですよ、うん、なるほどなるほど。宮崎さんのファンはちゃんとその宮崎さんの人となりとかやってることを見てるんだけど、はい、そうじゃない人とか炎上とかに加担してだけの人は宮崎さんが悪者の方が都合がいいんですね。うん、彼らのどうしようもない自尊心を満たすためには誰かが失墜しなくちゃいけないので、はい、だから結局事実が欲しいんじゃなくて自分にとって都合がいい事実にしか目を向けないので彼らは、でそういう人たちに対してビジネスをしてるから週刊誌は多分やらないんですよね。なるほどね。だから人が落ちると書いた方がアクセスが取れるわけですよね。そうです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 。そういうことですね。だから結局その事実を明らかにしようとして、まあ、今回も嘘書かれたわけだから、はい、嘘書かれました。週刊誌とかああいうそのヤフーニュースも大部分ニュースがそうだけど、うん、金稼ぐためにあれを出してるっていうのを知るべきなんですよね。これが例えばニュースピックスさんとか、はい、あの日経メディアさんとかみたいにお金を払ってやってるメディアは正しくていい情報を出さないとみんなお金払わなくなっちゃうから、はいはい、ちゃんと真実事実を書くし、はいはいはい、頑張るんですよ。有料記事ですよね、いわゆる。そう、はい、でも無料記事は、うん、バカの1アクセスも、はい、頭のいい人の1アクセスも全部同じ1アクセスなので、はい、そういう事実とそうじゃないものを区別できないひろゆきさんが言うところのネットを使うのが難しい人たちも集めようとするから、うん、嘘を書いて儲けた方がいいんですよ。なんか結構いろんなこと書かれましたよ。テレビ出てた頃とかもそうですけど、はい、今もそうですけど散々やっぱやられますけどね。まあでももうなんかなんていうんですかね、僕なんか逆に美咲さんと逆の道を行ってて、はい、言い方ですけど実一旦上がって、はい、でそれで今フォロワーさんとか、はい、あの見てる人たちのために、ね、体張ったりとかいろいろされてるじゃないですか、はいはい、で僕の場合多分逆で、はい、体張るというかテレビに出たりとかするのやって飽きちゃったんで、はい、もうなんか逆にこう投資じゃないけどこう引きこもるみたいな方向に行ってるんで、多分そのスタンスが逆だとは思うんですけど、なんかすごい逆に言うと気持ちはわかります。わかってくれますか、うん、いやありがたいですね。その頃でも僕はテレビに出てただけで、あの YouTube とか美咲さんみたいな何十万人とかその頃はいなかった、はいはい、テレビやめてからなんで僕増えたの、はい、だから発信力なかったんで、はい、すごい言えないしんどさよくそっかそっか違うのに。今はもうね、大悟さんも何か言われたらすぐ言えるけど、確かにテレビ、当時だって自分の発信する媒体がなかったですね。ないんですよ。テレビしかない時代、うん、ない時代っていうか、YouTube そんなにって時代ですよね。そうですね、まだ10年ぐらい前なんで。そうですよね。ああ、うん、そっかそっか、言われたい放題ですよね。そうですね。YouTube があるからこうやって僕も言えるし、うんうん、
なんか変わったって感じしますよね。そうですね。考えたら。あと大事な人は残ってくれるんで、嘘言われる。芸能人って、はい、写真撮ってくださいとか、一緒に飲もうよとか言われるんだけど、僕だから絶対に、そういう夜の街っていうか、嫌いなんですよ。行きたくないんですよ。はいはいはい、どうしても、政治関係の人とか、はい、もう昔政治家の好き嫌いだったことがあって、はい、それで行った時は、そうするのから守ってくれる人がいるんで、はい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 、あの、しぶしぶ連れてかれたことあるんですけど、はいはい、なんか、あ、ちょっと娘がファンなんだよって、はい、サインしてよとか、はい、写真一緒に撮ってよって言われた時に、はい、僕らからしたら、はい、断ると超感じ悪くなる。はい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 、あいつ調子に乗りやがって、はいはいはい。でも親切に、あ、いいですよって娘さんのお名前はってやったら、はい、それをどうするかっていうと、はい、それを元に譲ってくるんですよ。はい、第三者が。その結果は別で、この人写真撮りましたよね。はい、何のことですか、はい、撮ったかもしれないです。覚えてないですね。いろんな人に頼まれるんで。はい、あの人は実はヤクザで、はい、記事になるとそれが、はい。で、それを止めることができるから、俺だったら、いくら用意してくれって言ってくるのがいいね。で、それ繋がってるんですよ。はいはいはい。それに撮ってるやつは自分がそういうなって分かってて、はい、その話を古文みたいなやつに言って、古文から連絡くんですよ。怪しい PR 会社の名前とかで。で、それで揺すってきて、で、拒否すると、当然美咲さんみたいに、いやいやいや、みたいな。はい、関係ないですよね。拒否するとどうなるかっていうと、それを週刊誌に売るんですよ。なんか多分それ最初から多分その人繋がってるんじゃないかなと僕思いました。じゃなかったらその入手できないし。ですよね。いや別に元ヤクザみたいなそういう人が何のメリットもなくそんなの提供する。僕はその声大にして言いたいのが、はいはい、一緒に写真を撮っただけで関連性は立証できないから、はい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 、ファンとして撮るのは当たり前だし、ただそれは一般の人がね、はい、例えばヤクザの親分と一緒にいる動画とかはこれはまずいと思うんですよ。はい、一般の人はその利害関係ないと変えないから。でも有名人は、はい、その断れない状況とかたかられることが往々にしてあるので、てかなんならディープフェイクとかじゃないですけど、今作れるじゃないですか、はい、動画で。そうですよね。変な話、ネットできますよね。そう。LINE の画像なんかよくスクショでね、はい、上げる人いますけど、LINE の画像なんてもう、今 iPhone でも誰でも合成できますから、はい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 、ポチポチってやれば。そう。だから、証拠足りえないもので、なんか右往左往するのやめた方がいいのになって思いますけど、ラモで立ったりとかするのに、実はめちゃくちゃ傷つきやすく繊細な人って思わないようにしますか。そう。まあ、一応ちょっと言っとく、なんかね、ずっとやっぱ言われてたんで、それあることないことまあ、うざいですよ、ね。うざいっすよね。でもね、多分、これも僕もなんかいろいろあった、はい、炎上とか、はい、そういう他人のネガティブに乗っかってくる人たちって、ネットユーザーのどれぐらいかって知ってます？知らない、どんぐらいですか？0.47%。え？ 0.47 ですか？そうです。あ、そうなんですか？これネット炎上の研究ってすごい面白いかもしれない。はいはいはい。ネット上でこういった炎上騒ぎとかに加担したりとか、例えばじゃあ、宮崎さんじゃあそういう記事を見ました。宮崎さんのチャンネルにわざわざ来て、はい、なんかこう、やかしを書き込みたりしてますけど、はいはい、彼らってネットユーザーの 0.47% しかいないんですよ。はい、でも超絶暇人で、そうやって人が苦しむのを生きがいにしてるからずっといろんなチャンネルで同じことやってるんです。なるほど。だからユーザーとかもいっぱいその数とかを作ったりとかしてやってるから、実際の正味の人間は少ないのに声をでかくして発言するってこととクソ暇人なんで、ゆえにいっぱいいるように見えるだけで、なるほど、実際は 0.47% しかいないんで無視して OK。 なるほどね。じゃあまあそういう誹謗中傷があったとしても、うん、あれですね、未来の登録者につながる蒔絵であって、そうです、そうです、逆に団結力を高めてくれる、そうですいい必要枠ですね。そうです、そうです。なるほど。一般の人が、うん、一般の人もこれってリテラシー上げないといけないと思って、うん、正しい情報と嘘の情報を見極めることができる人とできない人っていると思うんですよ。うん、それって、これ、まあ見てる方にも教えてあげたいんですけど、うん、どういう要素を養えばいいと思うんですか？そうですね。嘘の情報に惑わされないっていうか。もう、人と一言で言うんだったら、うん、この情報で特効するのは誰かなって考えたら答えが見えます。あー、本当はクリティカルシンキングっていう多角的に物事を見る技術があって、はい、でそれを学ぶのが一番いいんですけど、はい、それはさすがに大変だと思うので、はい、一番いいのはこれで得するの誰だろうって考えるべきで、例えば週刊誌とかがすごいなんかこの人がこうとか不倫がどうみたいな記事を書くじゃないですか、はい、でその記事をひどく書いて得するの誰かなって考えるんですよ、はい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 、それと当然ひどく書けばどうぞ週刊誌売れるから記者が得するわけですよ、ね、得するってことは、はい、実際にそれが起きてなくても起きたように書くし、うん、実際にそんなにひどいことが起きてなくてもあたかもひどかったかのように切り抜いて書いたのが彼らは得するじゃないですか、うん、記者は基本そうするじゃないですか、うんうんうん、だからこれで誰が得するのかな、この情報を出すことによってって考えると良し悪しが分かると思うんですけど、うん、なるほど。言ったら僕も、どれだけその、なんだろう、味方を作っておくかの方が、敵に対処するよりも、ネット上は、やっぱ今はね、やっぱ強いんじゃないかな。はい、今日は本当にすみません。いろいろとお時間ありがとうございました。はい、初めてここに来れたんで、嬉しいです。そうですね。はい。